さあ、決勝進出おめでとう。ありがとうございます、ね、え、手挙げた？そうですね、反省してます。何で挙げたの？抜いたと思いましたあ、抜いたと思ったんだ。そうです、ね、抜いてなかったんだ。全然抜いてなかったまあそういう間違いはなくはないからね。まあそうですね、でもまあ反省してます本当に。というか余裕はなかったの？余裕はありました、ね、普通余裕あったらさ、抜いたか抜いてないか大体わかるんだけど、ちょっとスピード差もあったし、思いっきりハンドル投げたんで、うん、でもまあハンドル投げ終わった後に見たら抜いてたんで抜いたと思ったんですけど、ね、全然、はい、全然でした。まあ、まあいいんじゃないの、決勝取ったから。ワンツーで嬉しいんですけど、まあでもまあ、はい、それはお客さんに何か言われたみたいだけど言われましたし、まあでも自分でも本当に、はい、やっちゃいけないことなんで。いや別にね、あの間違いはあるんで、あのそれは大丈夫だろうよ。あの別に手挙げたからと言って、決勝乗ったから手挙げましたと言っときゃいいわけだし。いやまあでもダメですね、まあ、ただあのファンの皆さんはね、車検買われてるので、はいはい、あの外れたと思って捨てなきゃいいわけだから、まあ、ご迷惑はかけてるんで、はい、ね、あの過去にもいっぱいあるから、あの実況間違えた人もいるし間違えて手を挙げた人もいるし、まあ、あの見ますけど、自分でも、ね、まあ、でも自分もその位置になってしまったっていうちょっとびっくりしたいやでもまあ思った以上に抜いてなかったんで、はい、まあでも、明日決勝ね、また、はい、一番ラインとして長いみたいで。そうですね、あのケンタロもついてくれるんで、うん、はい、で、あの決勝優勝狙える位置に。いや強いですからね一人ね、はい、まあ、深谷さんも強いですし、うん、ちょっと意識し合ってくれたらチャンスあるかもしれないですね、2人でね、はい、うん、まあ、俺 の, あの希望はね、あの2人でワンツーであのぶっちぎって言ってくれるのがいいとはいつも言ってるんだけど、それはあのオリンピックという意味でね。あ、うん、まあ、清水君も、まあ、かなり強いんで、うん、はい、期待はしてます、ね、はい、あの積極性ものすごくあるし、はい、まあ、準決勝も作戦通りだったんで、うん、はい、ね、あの仕掛けも結構早いし思い切りがいいからね。そうですね、勇気出していってくれましたね、はい、なかなかねやっぱり早めの選考っていうとね、持たないかと思って準決勝難しいんだけどね、はい、準決勝であそこからいける勇気はすごいですね、うん、はい、だってあの平原でさえ動かなかったからね。そうです ね, 今日ね、はい、ちょっとびっくりしたけど、はい、ね、はい、では明日決勝戦、今度は本当に一着取って手を挙げるように、はい、まあ、LINE 信頼してできることをしっかり頑張りますでは、あのカメラに向かって、はい、あの迷惑かけたので、まあ、しっかりあの決勝戦力出し切れるように仕事できるように頑張ります。お願いします。はい、頑張って。